まずはじめに豚肉にこのようにフォークで刺していきます。こうすることで筋が取れて味の含みも良くなります。この豚肉をフライパンを熱してサラダ油を温めたところで焼いていきます。このように焼き色がついてきたら側面も焼いて全面焼き色をつけていきましょう。このように側面も焼き色をつけて全面焼いたら取り出しておきます。お肉を焼いている間に 800cc のお水を沸かしてほうじ茶を入れます。弱火にして5分ほど煮出してください。ここから150だけソースに使うので取り出しておきます。煮出し終わったらここでほうじ茶を取り出して先ほど焼いた肉を入れて10分ほど落とし蓋をしながら煮ていきます。それでは時間になりましたのでアクが出るようならアクを引いてください。ここに白だし、酒、みりんを加えていきます。再沸騰したらまた落とし蓋をして今度は弱火で20分煮込んでいきます。20分煮込んだら火から下ろしてそのまま10分置いておいてください。続いてソースを作ります。梅肉は種を取って包丁で叩いておいてください。ここに先ほど取り分けたほうじ茶を混ぜてソースにしていきます。粗熱が取れたら豚肉を取り出して1センチ幅に切って盛り付けていきます。千切りにして水にさらします。そして水気を切った青じそと作っておいた梅肉だれをかけてお召し上がりください。梅の爽やかさとほうじ茶の香ばしさで厚めのお肉でもペロリと食べられます。